はい、美声寺の続き、より深めにはまってきたホモラ。あー、くそ、これが通常か。くそ、やめてください。ダンジョンを攻略できるのを、絶対もうこれ回避できひんや。誰、急にまたババアだ。黒コーチババア、またババアにやられました。この家にはなんかね、変なババアが気づいたら近くに住みついてますね。絶対あのババア小村さんのこと好きやね。いや、それはちょっと違うだろう。ドメンヘラだ。あれ、動けへん、動けへん。なホラースポット入った？動けへんねんけど。ホラースポット入ったって言い方何？なんで明かりつかへんの？暗いです。霊能力者、誰か近づいてんな。なんだ。くそ、これ死ぬんじゃね？え？どうしたらいいの？真っ暗。ただ真っ暗。なんか手が近づいている。何？誰かいるね。誰？長？手長？おお、薬を飲むんだ。薬飲んで。あ、動けるようになった。よし。おお、ホラースポットやったのか。人形が急に現れたの。なんだよ。事故物件もある霊能力者じゃないんだから。指差してたのこっちにね。うわー、ババー、クソババー。なんか音聞こえる。ババアが通り過ぎてんのかな。怖いわー。くら、え、寝してんの。殴り切っていいっすかね、ちゃんちょくん。裸だよ。これ赤いやつ。ちょっと、あかん。ふぅ。いつ何が起こるかわからないのがすごいね。ねえ。こっからされやん。ほら、来て上がれ。早くやって。早く。おー、逃げろ。逃げて。上がれ。来てるから。すごいね。裸のババアが出てきたね、さっき。ちょっと一回セーブしよう。ビジットみたいだね。まあ、絶対背後にババアいたな。あー、怖。いましたね。白黒の世界に来ました。わあ、ほんとだ。あれ？これだけ？冬？なんかある。開かない。適切な道具。なんか必要なんか。外出れるよ。それさえあれば。いや、もう適切じゃなくてもええやん。ぶち壊していこうぜ、まだぐらい。か、あれをこじ開けるものがどっかにあるはず。おぉ、ここにあったか。何？鏡？武器しばんでもなれへんわ。お、おし、なんかいる。え？誰やれ？こんにちは。ドロレス。You know when tea time is? And you always find a way to be late. ジョージ。Were you in your study room? 日本語訳しっかり。急に英語なった。I'm beginning to think you love your work more than me. T-box. なんだ。I know you tire of me. すいません、文字がね。Oh yes. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just, I'm sorry. いや、疲れてるとかじゃないの。喋るの初めてちゃう。ね。Be a doll and fetch me some of my special tea. You know where it is. I'll wait here, George. George って言ってるよ。日本語しっかり喋ろうぜ。日本語しっかり喋ろうぜじゃないよ。いや、怖い。服着てるよね。さっき全裸やったけど。おらしね。やめろ。くそ、ここから前進め。今なんかお茶取れとか言ってたな。お茶。あー、カセットテープ見つけた。カセットテープ。ティーボックスだよ、ティーボックス。またね、ドウェイン。あ、ドウェイン、本名言われた。あ、自分がドウェインだ。これどういう状態なんやろうな。夢見てるんかな、主人公。ティーボックスの鍵手に入れたから。どっか使うところあるんか。どこですか。あー、やめてー。またやられてるよ、ババアに。また攻め、当てられてる。逃げ切った。どうなったか。本当にわかんない。何回やられてるんだよ、あのババアに。おお、こんなとこにカメラあったんか。
うわ、ぼーっとした。はい、よし。久しぶりに鏡割ったとこ見えたわ。なんだ今の。なこれ、中入れんの？光が入っちゃった。ずっとね、あの割ってへん鏡探してて30分ぐらい家うろついてた。へえ。よし。いやー、最初ね、鏡割るってことをね気づかずに僕ハンマー持ちながら家の中結構うろうろしてたんですよね。それが迷ってる原因やね。あー、ライター。外か。なんだなんだ、ラスボス出てきそう。サイレントヒル的な世界観。なんだ今の世界観って。いや今のは関係ないか。歌うな。うん。へ、いや燃やすんか、ライターで。何を。うん、どうしたらいいんや。手に取る。あ、十字架だ。なこれ、どうしたいの。あの十字架一旦放置するか。放置しましょう。十字架使えそうな場所があったらまた取りに来よう。なんなんだ。いや、このゲーム結構探索きついっすね、マジで。これは耐久だね、根気との戦い。ちょっと思ったんやけど、これ画面の明るさ変えれへんのかな。すいません、僕今まで結構暗くしてたみたいですね、はい、デフォルトがそうやった。はい、ちょっと画面明るくしました。あ、なんかいるね。ありがたい。私の子供を連れてきて。だってババが私の子供を連れてきて。ババドロレスね。めっちゃめっちゃ明るくなった気がする。え、ババはどういう立場なこいつ。わかんない、気の狂ったババだよ。子供連れてきて、子供連れてきたらクリア。なんか子供探せばええんか。じゃあ僕を襲うなよって思うけどね。本当だよね。何十回も殺したかったやつ。めちゃくちゃキレてんじゃん小室さん。おー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 、いるいるから。ぶっ殺してやる。いやいやいや、もういいって。何、あー消えた、早消えるんかい。あ、なんかあるんかな。なんか落としといてくれたかな。話を聞いたから、なんかこれから協力しようぜ的な。いや、だいぶ明るかったな。やっぱ画面暗かったんや。申し訳ないですね。あ、鏡ある。いやいや、ありがとうございます。明るくしていただいて。はい。よっしゃー。はい。行ってきまーす。いろんな地下があるね、この家は。どこにでも地下に繋がってる。子供、お前を助けて。なぜか明かりがつかない。ババのところに連れてってやんよ。なんかありそう、この部屋。こちら。はあ、雨降ってる。また謎解きかな。僕この前首吊りのところの謎解きめっちゃ時間かかったんですけど。いやあれは、どうしたらいいの。これも謎解き。解いて。さっするになんか正しい絵を3つはめろってことっすよね。そうだよ。から床のやつもつかんか。ヒントないやん。解いてー。わかんねえ。この部屋にあるものでは何もできそうにない。いや、もうちょっと僕のやりたいことやらせてくれ。まだか、まだ早いか、ここ来るの。いやー、難しいなこのゲーム。せっかく鏡見つけて部屋入ったのに後回しで行きまーす。完全に詰まったらまた来て適当に絵をはめに行こう。おばちゃんは子供に会いたいだけなのかもしれませんね。そうだよ。そんな事情僕は知らんけどな。おお、鏡ある。あ、鏡やった。どんどん。あ、ちめちゃくちゃ探索スポットありますね、ここ。そうい、おそういっていう掛け声。ついにおばあちゃんやられたか、誰かに。お父さんか。お父さん、なんか持ってんの、鍵。天敵袋。天敵袋、誰の仕業や。ババアかな。これは絶対ババアですね。ナイフは外されたようだ。外された。あー、この、あれか、死体から一本ナイフ引き抜かれてんな。それをおばあさんが使ってるってこと。あー、痛い。
手に何か強く握って今すぐアイテムを取るか高なんだ。いや取れよ。ねなんでよ。死後硬直がこの状況落ち着いてる場合じゃないぞ主人公。えねどうした。え回転扉。あ、出たよお鍵。こういうのやんけ。開け開け開け、どれから開いてくれ。このパターンの鍵開けられた試しないねんけど。とりあえず終わりかこれで。点滴袋どっか使うところあったかな。点滴袋やけど血が入ってるわけじゃないか。ただの点滴だ。点滴袋って血を入れるやつじゃないんか。なんか薬とか入れるやったっけ。そうですね、流し込むために。点滴の言い方なんか怖いな、人に流し込むって。あ、金庫開かないね。書斎みたいなとこだ。おー、びっくりした。怖、今のはビビった。怖、感情のない小村さん、初めて今恐怖という感情が芽生えたかもしれん。いや感情ないんか。ここの顔が割れんのかな。メインっぽいからあんま割れなさそうだけど。割っちゃえ。あ、無理やね、割れない。やっぱおー、ここ鏡あるやんけ。本当だ。鏡ね、最初なかったところにもあるから、ほんま気づいてないと全然気づかへん。本当だよね。よし失礼します。ちゃんと礼儀正しい。どこだこれ。礼儀正しい。さてさあ、うーん、これは迷路系かな。あ、迷路系だな、迷路系だな。お、カセットテープ。あ、カセットテープ切るの忘れてる。カセットテープ、カセットテープ挟まってんだよな。すいません、なんかテンションが変になってきました。あ、これ使えん。くそ、真っ暗真っ暗。さてこれね、どこに繋がるんでしょう。よくあるよね、こういう迷いの森的な。はい、フラッシュ、フラッシュ使えないよ。覚えるでしょ。今まで右が違ったってことは次左やね、はい、左。あ、音が変わってきたよ。まっすぐか、まっすぐか正解か。ん？あかんやん、どこ行っても外れやんけ。これはこのカセットテープで終わりかなっぽいよね。することないよね。ないですね。なんかヒントになってるのか。上の時計がヒントにとかなってないか。時計、花。帰ろう帰ろう。もうどこに鏡があるか分からへんな。ちゃんとしっかりちょっと隅々まで見ていかない。難しいこのゲーム。あ、そうや、そういえば屋根裏部屋とかあったな。鏡できてるかもしれんな。あ、屋根裏部屋。屋根裏部屋には鏡ないか。太陽ボックスには太陽と。あ、ここの鍵か。あ、ティーボックス、ティーボックス。あ、やっと使えた鍵。スペシャルティー、スペシャルティーを見つけた。これをババアに飲ませよう。ああ、これをなんかあのババアに渡せばいいやね。そう、お茶を用意してくれてきたこと言ってたもんな。ねえ、スペシャルティーだ。こんなところにあったか箱。はい、これ何か真実がわかるんでしょうか。赤ちゃんのことが心配。彼女はあの子のことに取り憑かれてる。人形とあの子を見分けることができない。もう完全に狂ってるんやな。ああ、怖、それは、それは怖い。ジョージさんの気が狂うわ。赤ちゃん。気がめいるね、ジョージも。まるでナイトメアだよ。主人公はでもジョージじゃないですよね、名前。この主人公一体誰やねんやろ、この一人称視点の僕が操作してる人。なんだっけ、名前言ってたよね。ドロラ
Doris now has moments of severe psychosis. Ah, 精神病だ、ドレス。完全に病気なのか。そうだね、病気だ。She lost her trust in me, and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is, or even the fact that she has to wear clothes. ああ、鼻が出たわ、そういえば。She keeps on scratching her nails and banging her head on doors.ああ、ドア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 打ち続ける。怖い怖い、やだー、そんな怖ー。手に負えないよ。認知症って怖いっすよね。終わりか。怖い。認知症になった末、あれか、ジョージがドローテスさん、ドローテスおばちゃん殺してしまったんか。へえ。そしたらとりあえずあれやね、おばあちゃんにお茶をあげに行こう。ちょっとおばあちゃん、あ、おばあちゃん消えてる。ちょ、お茶用意してきたんですけど。お茶、お湯が入ってるからここにお茶入れたらいいんか。はい、入れましょう、両手で、やっぱ気持ちいい、心を込めて。ちょっと葉っぱ置いてこよう。じゃあないな、おばあちゃん、たまには僕のツンデレのデレの部分を見したろう。デレ見して、デレ、はい、おばあちゃん、僕がいいお茶入れてあげるからな。お茶入れてあげる。はい、ティーポット。僕もデレになっちゃいましたね。あー、あー、痛い。え、そうだろう。ちょっとデレの部分見せたらこれですよ。なんで？ちょっと、なんで、ちょっと日本語訳出んの遅すぎやろ今の、読めへんたわ。この悪党って言われてる。なんでよ、おばあちゃん、お茶、ね、これどっか閉じ込められてる？閉じ込められてる。くそ、ハンマー置いてきたからな。やばいよ、勝てない。なになに、なに、これどの部分が映ってるの、おばあちゃん。何が行われるんや。火つけられた。焼かれてる、これオーブの中。え、熱っ、熱っ、熱っ、はい、逃げて逃げて。おいおいおい、よいしょよいしょ、やめて、よいしょ。え、はい、よいしょ、よかった。あぶねえ、超咳込む。あぶねえ、周りを警戒しろよ。丸焼きにされると思ったババがいるぞ。本当にビジットみたいだね。ビジットでもオーブンに焼かれそうになる瞬間がありましたよね。いない、もうバル来た。よっしゃ、これであれか、あの窓枠を開けることできるんじゃない？あ、窓枠あったね。あ、星のおもちゃ。これあれじゃん、子供部屋の足りないピースじゃない？よし、揃ってきた、いろいろ。ちょっと2つ進められるところができた。いろいろ揃ってきたよ。はい。これね、バールで。これが適切な道具なのかどうか。いや、適切っぽい。さあ、てこの原理。逃げろ逃げろ。なんで今そのヒントが出んの？ね、寒い寒い寒い。何あれ、コンパス？コンパスだ。何に使うんや、コンパス。あの迷いの森みたいな廊下ずっと続いてた迷路。はい。あそこ、このコンパスでクリアできるんかな。なるほどね。今まで地方で行った気候を全部再現してんだよな、幽霊が。誰か来た、お客さん。ちょっと待ってや。ヤマト、佐川、よし。アマゾンで何か注文した？あ、いるいるいる。ええー。お前、外出れるんかい、ずるいぞ。消えた。あら。怖い。僕も外出たい。こんな狭い家、もう嫌だ。ずいぶん広いけどね。はい、よっしゃ。え、嘘、これピースあと4つ集めなあかんの、長なあ。結構家探索しきった気でいるんですけど。まだまだなんだよ。コンパス進めや。
よし、これでもう迷わない。赤い矢印の方行ったらいいの？そうしましょう。いや、動いてるこれ。コンパス、ちゃんと機能してる？はい。あ、ほ、うん、当てる当てる。コンパスじゃないか、ここ。違うか。コンパスで言うと思ったんやけどな。コンパスで行けそうだけどね。また迷ったかな。どうしよう。話し声、話し声、話し声。いや、そのそこ通ったら、どっから、いつも話し声。あ、これか。あ、それだ。じゃあ、え、話し声どっから聞こえんの？外じゃない。か、わかんねえ。ご近所さんが。え、さっきから話し声がずっと聞こえねえけど、これどういうこと、どういう現象？おお、ここに鏡ある。わあ、見つけましたね、鏡。東大元暮らしやんけ。ここに鏡配置する？休憩所。うわあ、次はそこの鏡に行くんでしょうか。小村さん、これは一体クリアできるんですか？次に続きます。